虹だ。あのサンモール管理されとるのがこちら の, あのやられとる太陽さんなんで、まあそれが縁で、ええ、ちょっと今日は賑やかしに出店してみました。向こうのサンモールだけで。そうですね、もともとはわけな商店街で太陽玩具って結構商店街の中のおもちゃ屋さんをされとったんですよ。うん、まあ、昔はあの賑やかな頃は結構ね、うん、僕らもようはずおもちゃ買いに行ってました。待ってよ。はいよ。あ、いいよ。わけの清丸という奈良時代にの水ビジネスという要するに灌水事業、治水事業で、いろいろ貢献された人なんですよ。でその水に対する貢献という意味でメダカは水が必要ですから、太陽と水と土とその水を取り上げて、その清丸の時代に出てきた人物をメダカを作ろうと思って、ナルマメダカさんを作れてると、おうちメダカは清丸とか、それからお姉ちゃんのヒロムシ姫が初恋であるわとか、それで川とか池に放流するというものがあったので、じゃあそれはしないでくださいよと、そういう場合は弊社の方にお持ちくださいと。今日なんかイベントやってるんですかね。今日はまあ3連休ともあるんで、おもちゃ大会とかメダカ作り大会とか、それからそこへ行くとシャボンとか。あ、なるほど。そういうものをやってみたりとかいうような遊びの要素をちょっとね、入れたんです。大体弊社がもう元々がおもちゃですから。あ、そうなんですか。じゃあその和気町でおもちゃをやられてるというか。もう長いんですよ。はい、これが元々の原種なんですよ。改良名で出しに。あ、もう普通にまあ昔よく見られた、そうそう、田んぼでおったメダカなんですね。それで日本のホッサマグナの東と西で昔の原種は北のメダカと南のメダカと分かれたんですよ。でこれはこちらの方のメダカですから南のメダカという、それ原種です。ありがとうございます。もともとはね、今から十数年前に楊貴妃といって赤いメダカができたんです。それがきっかけで、赤ができて、それから黒ができて、で赤と黒との色のペアによっていろいろいろな色ができた。今はですね、メダカもこの色が10種類あるんですよ。はい、から今から6、7年前に、胴体が光るラメという種類が出ましてね、それでそれを木村拓哉がみゆきというメダカを飼ったもんで、それで PR したんです。それからラメのみゆきというのが入りましてね、それからだんだんこう品種改良されていったという経緯です。だからまだメダカの歴史は浅いんです。なんか十数年前から始まる、まあさっき言ったように楊貴妃から始まったというふうに思ってください。オリジナルの名前がついただるま体型のメダカが出ております。でこのオロチだるまとか初恋だるまというこの文字書いてある、これが全てオリジナルのメダカです。全然普通のメダカと形が違うんで、また違う種類、違うメダカというか、まあ、魚なのかなと思うぐらいですね。はいはいはい、こちらはこれが、まあ、今たくさんここで育成したんです。おお、
買われたらこうやるんです。あ、なるほど。キラキラシール、まあ、一番記念にどうぞ。 ありがとうございますメダカの餌がちゃったね。うまく出れば、当たりが出ればメダカも無料で。あ、そうなんですか。あのその餌を、餌が中にカプセルに入ってあって、はい、その中に当たりとして、はい、あの無料でいただけるという、はいはい、それずっと遊べてます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。